皆さんこんにちは、80歳を生きる土と野菜と料理の中島きみ子です。私は特に意識したわけではありませんけども、もうここ数年、いろいろな苗物を植えるときに、主に6月から7月の初旬にかけて、野菜類、トマトとかナスとかいろんなものありますね、お花も含めてなんですけれども、植えます。そうしますとね、秋遅くまで野菜をとても楽しむことができるんです。で、またここ数年ね、異常気象でものすごい猛暑が続いているので、私自身は意外とこれずらした方が今後これからもこういう気象が続く限りうまくいくんではないかと思うんです。で、また猛暑の時はナスでも野菜、いろんなもの、他の雑草さんたちと一緒に共存させると、お互いに、支え合って涼しくなる頃には元気な皆さん姿で野菜さんたちが顔を出すんですよね。畑の端には、百日草を植えてみました。皆さん通りがかりに綺麗に見えると思います。こちらナスなんですけども、夏の間雑草さんと一緒に、育ちましたので、今元気にこのような姿になっております。トマトもすごくまだ元気なんですよ。地場えうりは先ほど収穫しました。今日は9月28日、今日収穫した野菜を少し紹介します。こちら右側が地場で作ったうりですね。そしてこの黄色いのはですね、柿に見えますけどトマトなんです。いただいた苗で作ってみました。あとはピーマンなんですけどもね、赤いピーマンも栄養価たっぷりですので捨てないで私は食べてます。そして坊ちゃんかぼちゃが、6個も取れました。そしてささげです。あとナスね。でこちらショートでも紹介いたしましたけれども、農家さんが20年間同じ種でずっと作り続けているキュウリなんです。だからもうなんか伝種と言いますか、元返りと言いますかね、こういう感じになるんですよね。でキュウリってカタカナでキュウリって言ってきますけども、調べましたらね、黄色いウリと書いてキュウリなんだそうです。そうしますとね、確かにこれは完熟こちらしてますけれども、これは種取りますけども、キュウリなんだなって思いました。少し時期をずらすとね、今頃こんなにたくさん収穫できるんです。皆さん本日もありがとうございます。また来年、考えてみてください。ありがとうございました。